林芳正外相は28日、今週末にも中国を訪問し、秦剛国務委員兼外相と会談する方向で調整に入ったと政府関係者が明らかにしました。沖縄県尖閣諸島を含む東シナ海情勢で日本側の懸念を直接伝えるとともに、中国当局に今月拘束された50代の日本人男性の早期解放を求めるとみられます。日本の外相の訪中は2019年12月以来約3年3ヶ月ぶりで、林氏の就任後は初めてで、両外相は2月に電話会談もしています。日中間では岸田文雄首相が昨年11月の習近平国家主席との会談で、建設的かつ安定的な日中関係の構築に向け、首脳レベルを含め緊密に意思疎通する方針で一致しており、外相訪中の調整を進めることで合意しました。これを受け、林氏は昨年末の訪中を検討したが、中国側の事情で先延ばしとなりました。拘束された法人男性はアステラス製薬の社員で、中国側は反スパイ法違反などと主張し、林氏は28日の記者会見で、直接連絡が取れていないと説明しました。日本政府は中国に対し、課題や懸案があるからこそ主張すべきは主張して対話を重ねるとの立場を取っており、会談で林氏は尖閣周辺で常態化している中国未経線の領海侵入や、日本周辺でのロシアとの共同軍事活動に懸念を表明、台湾海峡の平和と安定の重要性も指摘する見通しです。このニュースについてツイッター民の反応を見ていきましょう。どうしてもハニトラ中国に行きたいらしい。 G20 には行かないけど、中国には行かなくてもいいレベルでも進んでいく林外相、いきなり大臣、もっと段階踏むものじゃないの。中国にどうしても行きたい個人的事情があるのかな。スパイだってことは真実なのかな。セキュリティクリアランスに引っかかりそうな男の代表格、そりゃ高市早苗が邪魔だろうな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。